What's in my life vlog? イエーイ。はい、おはようございます。今の時刻は、6時40分です。で、ちょっと待って、ジャンボアキー、わった？アキー、あーん、ちょっとね、今日の日にちは2019年の3月の、6日だっけ、今日は。今日何日？7日の木曜日です。ちょっとね、先に洗濯物を動かします。ちょっと時間がもったいないのでちょっと待ってね。はい、昨日作った、チキンライス、昨日オムライスだったので、ご飯がちょっとね残ってたので、これ温めます。ちょっと喉痛いな、まだ。シーもあったけど、これでいいかな、アキー。大きい、大きいやつで。あ、どこ？これで。もっと大きい。これでもいいんだよ。もう分かんない。だから一応持ってきて、これ。これと。え、みんな大きかったから。これと。これしかないから、とりあえずこれ持ってきて、何も持ってきてないように持ってきた方がいいから、これ持ってきて。もう今週ずっと雨なので、本当にね、まあ洗濯物はね、すぐ乾くし、家の中で干してもすぐ乾くので問題はないんですけど、やっぱりね、ちょっと雨だとやる気が出ないんですよね、家事とかいろいろと。でも今日はね、ちょっとこの間頼んだカラーボックス、昨日だっけ、昨日とというか昨日だっけ、昨日か昨日とというか届いたので、それはね、今日ね、作って、ちょっとね、いろいろと、子供たちの部屋の収納のために買ったので、それをね、今日、はい、それはね、今日ね、作って、ちょっとどういう風にするかっていうのも考えたいと思います。作るときね、ちょっと動画撮ります。そんなに？まあ、早送りしちゃうんですけどね、やっぱりカラーボックス作ってる時の動画ってそんなに面白くないんですよね。で、今日もね、結構雨降るって言ってたので、ちょっとね、病院に用事があるんですよ。なので、雨なんだし、どうしよう、タクシーで行くか、バスはないので、わかんない、今ちょっとまだ考え中で。結構ね、朝は雨降らないで、午前中は降らないで、午後から降るって言ってたので、まあ病院はね、朝8時半ぐらいからなので、ちょっと早めに行ってた方がいいかなと思って、そんな感じです。一回洗濯物を動かしました。時間の無駄になっちゃうんで、何もちょ洗濯物とか入れるとやってないと。はい、ちょっと買い物に行ってきたので、まあ、ウェルシャだけなんですけど、お見せします。今日はね、100円だったので安かったんですよ、このチョコパン。ちょっと待って、どれ、あら、どれだ、うん、どうです、どれにする、赤ちゃんの木、わかりました、男梅。はい、塩化水を1つ買いました。あと梅干しですね、梅干し1つ、じゃがりこと、きつねうどんと、ガムテープですね。あとはプリンの大好きなビスコです。
そして、はい、パイナップルです。これね、ちっちゃいのもあるんですけど108円なので、こちらの方がお得ですよね。190円ぐらいで、結構たくさん入ってるんですよ。あとはこちらも買いました。これすごく食べたかったんで、ほうれん草のカレーですね。ちょっとね、高いけどいいかなと思って食べたいので。あと普通のカレーですね。コクと甘みのまろやかのカレー、これ安いんですよね、トップバリューなんで。これで95円です。写真して。はい、はい、あとクリの大好きなグミです。はい、はい、あとこちらですね、ママクリの割れてたか、お茶だ、お茶。これも半額で安かったんで買いました。あるよ、ベベ。わ、こっち、カレー。これね、元の値段が108円で、半額なので、50円ですね。あとは何だ？あとも、こちらも買いました。ペペレンチーノと、ソフラの柔軟剤2つ買いました。こちら安かったんで、こちらにしてます。今は。そうだね。あとバスマジックにも買いました。あとはなんだ、はい、あとはありません。これですね、全部で。はい、こんにちは。今の時刻は、3時30分ですね。ちょっとすっごい暗いんですよね、3時30分で。結構ね、すごく雨が降っていて、一日中雨降ってるんですよ。で、結構寒いんですよね、先そうと言ったんですけど。でね、ちょっとクリと一緒に寝ちゃってて、暗くてすみません。クリと一緒に寝てたので、あの洗濯物干してない、洗ったけど干してなかったんですよ。で、ちょっとお見せしたいと思います。このかけ布団カバーなんですけど、こちらです。これがヤフーショッピングで1500円もしなかったんですよね、このカバー。すごく気に入ってます。ちょっとね、画面ではちょっと明るめになってるんですけど、実際ではちょっと濃いんですよね。少し濃いんですよ。こんな感じです。すごくシンプルで、で肌心地もいいので、あとアイロンするのがすっごく簡単なんですよ。で、これはね、まだ洗ったことないんですけど、多分洗ったらすごくシャクシャになる可能性あるんですけど、多分ね、これ結構すごくアイロンしやすいんですよね。薄いので、そんなにすごい薄くではないんですけど、私は気に入ってます、これは。そして、このまま布団を中に入れて、このままアイロンできそうなので、こんな感じで、今度ね、洗った後にやりたいと思います。まあ、ここから見たらね、全然くしゃくしゃに見えないんですけど、実際ちょっと近くで見ると結構くしゃくしゃになってるんですよね。まあ、見た目はね、そんなに変じゃないと思います。このくしゃくしゃみは、なんかくしゃくしゃみ、くしゃくしゃみ、何それ。はい、こんな、ちょっとね、くしゃくしゃ少しなってても、なんかすごくなんか落ち着くっていうか、そんなにぐちゃぐちゃになんかだらしなさそうな見えるとか、そういうのではなくて、やっぱり柄がないので、ちょっとね、くしゃがあっても、あんまり見た目はね、変じゃないかなと思います、私にとっては。ちょっとね、洗濯物をします。これ昨日洗った洗濯物なんですよ。もう結構乾いてるよね。これだけですよ、昨日洗ったのは。あとパパのこちらなんですけど、これはね、やっぱりパパのは外で干せないので、花粉症持ちなので、なんでちょっとね、下にある洗濯物干します。そしてカラーボックス、本当にこれ今日やりたいと思います。ただね、今3時半ぐらいなので、一回夕飯を作ってから、落ち着いてから、一回ぐらい落ち着いてから、ちょっとカラーボックス立てて、これはね、ちょっと息子とやりたいと思います。そうする方がね、早く終わるので。そしてね、ちょっとここに、この辺に乗せて、ちょっと何なのかわかんない、暗いな、本当にすごく暗い、すみません。ちょっとね、洗濯物持ってきます。はい、今の時刻は4時55分です。今ね、カレー作ってます、こちらです。そしてご飯も炊いてるので、あとわかんない、どうするか、一回混ぜます。これ終わったらね、ちょっと2階に行ってよく畳みます。まあ、少ないので、さっき見せた洗濯物ですね。
はい、今の時刻は7時40分ですね。今ね、パパ帰ってきたので、あとお風呂入ってからご飯食べる感じなので、ちょっと私すごく眠いんでちょっとね、少しだけ寝ます。10分ぐらいか20分とか、パパがね、シャワーしてる間に。それでパパシャワー終わった後にちょっと夕飯とか準備したりとかして、そんな感じですね。あとは私もシャワーしなくちゃいけないので、入ってもう寝る感じです。ちょっとね、眠い時はもう10分でも20分でも寝る感じなので、今すごく眠いんでちょっと寝ます。はい、皆さんこんばんは。今の時刻は11時になりました。で、みんなはね、もう2階に行って多分寝てると思います。クリクリもね、もう寝かせたので、うん、そんな感じですね。あとはちょっとのんびりして、Amazon で今ちょっとドラマ、日本のドラマを見てるんですよ。古いんですけどね、なんか古いドラマなんですけど、結構面白いので今見てます。1エピソードだけを見て、あとはもう寝たいと思います。明日もね、早いので、はい、そんな感じです。で、今日もね、ちょっとつまらない動画かもしれないですけど、チャンネル最後まで見ててくれてありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。バイ、おやすみなさい。はい、おはようございます。今の時刻は6時34分でございます。で、今日の日にちは2019年の3月13日でございます。今日がね、長男の卒業式です。で、今日はちょっとね、ちょこちょこ動画撮りたいと思いますので、まあそんな感じですね。ちょっとこれから準備したいと思います。クリクリはまだね、クリクリとパパはまだ2階で寝てるんですけど、私が先に準備します。洋服とかじゃなくて、ちょっと少しだけ化粧しようかなと思います。少しだけね、多分ね、感動してね、涙出る可能性あるかもしれないので、あんまりアイライナーとかそういうのやらないかなと思います。はい、今の時刻は7時50分ですね。で、今はプチメイク完成しました。プチプチメイクですね。そんなにあんまりまあマスカラとか、マスカラがないとね、ちょっとあれなんで、チックとか、あと、まあ、眉毛ですね。眉毛ね、ちょっと太めにしてます。そういう系が好きなので。で、子供たちはみんな行きました。で、今準備してるのは、なんだっけ、自分のものと一緒、自分のもの以外のもの何それを準備してます。クリのシートとプチのシートとお菓子ですね。いろいろなんか入ってます。まあ、そしてティッシュとマスクとウェットティッシュも入っています。入ってませんね、入れないので、このウェットティッシュを私のカバンに入れたいと思います。はい、こんな感じですね。準備とかはここに入れてます。で、今ね、ちょっとパパはね、ちょっとまだ寝てるので、パパはね、早いのでさ、準備とかいろいろと、私は多分8時1回洗い物洗ってきます。全部ここきれいにして、洗い物をした後にちょっと着替えたいと思います。クリクリと今クリクリそこにいます。テレビを見てます。とリンゴとリンゴを食べてます。はい、それじゃあちょっとね、これもこの携帯も充電しなければいけないので、一回一旦充電していきたいと思います。はい、クリクリ着替え完了しましたベベちょっと待ってくれ、寒いからね。はい、こんな感じです。このジーンズは確か H&M で買ったジーンズですね、セールの時に。
なんか会社に行くみたいですね。会社に行くみたい。スーツに。このカバンは合ってないんですよね。でもね、このカバンしかないんですよ。こういう格好に合うカバンがね、ちょっとこれしかないっていうか、本当はね、ちょっと暗い色がいいんですけど、でもね、これがちょうどいいかなっていう、ちょうど、どうだろう。これしかないので、これを持ってきます。はい、今の時刻は、3時15分になりました。で、今ね、無事、帰りました。ちょっとね、外に食べに行ったので、で、結構ね、結構ね、ヒール履くのがすごく久しぶりなので、なんと、すごいことになっちゃいました、足。やばい、痛い、すごく。これ、ずっとね、歩きだったので、で、ヒールはね、久しぶりにっていうか、多分昼はね、絶対こんなことになっちゃうんですよね。ものすごく痛い。ちょっとこれからね、まだ用事があるので、これからまた出かけます。で、私だけと子供一人連れてって、ちょっと用事があるので、これからちょっとまた出かけます。で、帰ってきたらね、また動画撮りたいと思います。まあ、息子の卒業式、無事に終わりました。結構ね、いろいろと感動しました。もう泣かないかと思ってたんですけど、やっぱり結局もう泣いちゃいますよね。もう、はい、結構ね、楽しく、卒業やりましたね。はい、お疲れ様っていう息子にね、伝えたいですね。はい、皆さんこんにちは。今の時刻は6時15分になりました。6時、もう6時じゃん。で、ちょっとね、外の用事全部終わりました。先に、なんだっけ、ちょっと病院終わった後に、そのまま、お母さんのところに行って、お米もらいに行きました。お米もらいに行ったというか、お米10キロ買おうと思った時に、急に電話が来て、10キロのお米あるから取りに来ないよって言われたので、取りに来ました。こちらです。そして、なんかスパムももらった。スパム結構ね、たくさんもらいました。4個もらいました。こちらのスパムです。こちらですね、こちらを4個もらって、あとなんとマイロももらった。マイロわかる？ミロ、ちょっとね、袋に入れちゃったけど、まあまあ瓶に入ってたから、そう、ココアみたいなマイロですね。ミロですね。なんか入っちゃった、髪の毛。ちょっとティッシュで、お願いします。ミロももらいましたね。こんな感じ。ちょっとね、もともと瓶に入ってたので、ちょっとね、自転車。ありがとう。自転車で行ったので、このお米を取った時も、自転車で行きました。病院に行った時も、自転車に行って、それで、ウェル社に今、先ほど行って帰ってきたばかりなんですけど、薬ですね、薬とこれ買ってみたんですよ。このハニーのシャンプーとトリートメント108円です。お試しみたいな感じ。これの、洗い流さないトリートメントがすっごくいい香りしてて、ちょっとね、シャンプーとか使ってみようかなと思って、ちょっとね、買ってみました。そしてクリーム、コーンクリームですね、ポタジュと、待って、疲れた、なんか、牛乳も買いました。以上です。明日ね、もう疲れたままできない、無理。もうごめんね。ちょっとね、今日はね、なんかいろいろある。ありすぎ。終わった？宿題。後でママチェックするから、連絡とも。はい、全部でね、やっぱり自転車で行って、やっぱり自転車でこれお米とか10キロ。分かった。そこに置いといて。忘れちゃうとあれだから。まあいいよ。でも今何時？ニュースの時間ですね。ごめんね。一旦ニュースにして8にして、お願いします。ママね、今日ちょっと一日中見てないニュース。朝からもすごく忙しかったからさ。ちょっとね、やっぱり10キロ自転車でこうやって持つとすごい重たいので、もう洗い物もそこ、ちょっと今、これから片付けまして、お米、ご飯はね、ちょっと残ってるので、まだ
なんでちょっとね、何かを作って夕飯を食べたら、ちょっと洗濯物とかみんなで子供たちで畳んでもらいます。そんな感じですね。はい、ちょっとね、また後で動画撮ります。買い物時刻は6時25分、あまり変わらないかで、ちょっとね、結構ね、なんだっけ、マスカラがここに落ちていて、もう真っ黒コロスケですよね、ここが。結構ね、やっぱりさっきもね、いろいろと感動して、本当になんかね。で、お米とか今日買ったんですよ。あとあれも買った。なんだ、買ったっていうか、あれだ。石油スト、なんだっけ、ガスストーブっていうのかな、これです、こちらです。ここに入れる、石油を買ったんですよ、今日。今日はね、たまにはね20リットル買うんですけど、今日はねもう疲れてて重いので無理なんで、ちょっとね1000円分だけを買いました。いつもパパ買ってるんですけど、まあたまに私も買うんですけど、たまに長男も買います。で、20リットル、ちょっとすごく重たいので、ちょっと今日は無理だったんですよね。自転車の後ろに乗せるんですよ。子供の椅子に乗せて、ちょうどいい、ちょうどサイズがね、ちょうど入るんですよね、そこに。ちょっとね、これから夕飯、さっさとパパッと夕飯を作りたいと思います。もう疲れたし、なんかでもなんか疲れてるけど休みたくはないな。なんか何かしらをやらないとという感じで、片付けとかいろいろと、そんなに片付けとかじゃなくて、やっぱり畳み物もあるし、あと洗濯物もね、白い服もね、ちょっと洗って干さなくちゃいけないので、それで今日の洗濯物も洗いたいので、洗濯物だけはね、ちょっと溜めないようにして頑張ってるんですよ。やっぱり溜まったらすごく大変なので、そんな感じです。ちょっとね、夕飯準備します。はい、今の時刻は9時20分になりました。というか、ちょっとメイク撮ります。もうメイクだから、メイクが嫌なんですよね。こういうめんどくさがりやなので、メイク取りたいくないんですよね。充電ないよ、それベベ。わざと充電なくした。そうすれば iPad やらなくなっちゃうんで。ちょっとね、一旦ママね、メイク取るからね。いい？うん。で、その後に、ウェイクよ、2回。OK？ うん。はい、Thank you, my baby love.一旦メイク取ります。ママ、これ使います。メイベリンのミセラルウォーター使います。これすごくいいんですよ。マスカラはね、なかなか取れないけど、他の部分のメイクはもうすごく取ってすごいスッキリさせるんですよね。はい、これ使いたいと思います。うん、冷たい。確かこういう動画撮ったことあるんですよね。こんなの見る人いないと思うな。5人ママのメイク落としの動画見たいっていう方は絶対いないと思う。いない。じゃあなんでやってるのかっていうと、なんでもない、ただただやってるだけです。見せたいだけです。すみません。はい、これでこの濃い眉毛取りたいと思います。冷たい。うん、いいね。あ、どうしたベベな、ベベ。あ、めちゃくちゃ冷たいよこれ、マジで。本当にこのままね、ちょっと一旦くりくり上に行かせて、寝かせて、これ終わったらまだ終わってないので、自分用のやることは洗い物とかは入れると終わったんですけど、その後にね、動画撮れるかわかんないんですけど、まあちょっとね、動画撮れたら撮りたいかなと思います。寝る前にね、みんなと。Oh, what time, Mama? Mati kai. Sana lang, baby, okay?
いさならん、あと1回で終わり。 OK? OK は、ベベラブ OK は OK。 クリクリはね、さっきお昼寝、お昼寝っていうか帰ってきたらすぐ寝たので3時半ぐらいかな。で、5時は寝れてたんですよ、私が買い物してる間に。さっきお米とか10キロのお米と、あの石油、石油、石油、灯油、灯油っていうのかな、とかあと病院とか行ったりとかそういうところに行ってる間に、あのクリクリがね、あの普通に寝てたので、今はね普通に寝れるかどうかわからない。うん、もう終わったベベ、終わりましたね、無事に、無事にちょっと取れましたね、いろいろと。あれ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 、うん、あれおパム、どれ、ちょっと待ってね、なんか4分もかかってる、無駄話。はいはい、わかったわかった、アンパンマンね、はいはい、どうぞ。はい、じゃあちょっとねこれをしてって、今ねパパね、いろいろとなんかおつまみみたいの作って、あの映画見ようよって誘われたので、いつものことなんですけど、パパは映画がすごく好きなので、寝る寝る、ちょっと待って一旦。なんでちょっと映画を見ながら、まあ、白もう白に白干しました。行こうか、じゃあちょっとね2階に行きます。パパの映画を見て、おつまみなんかやりながら食べながら、映画見たいっていうので、ちょっと少しだけお付き合いして。分かった。でクリもねちょっとなんか眠たくなってるので、うわ真っ暗、okay? うん、じゃあ行こうかベベ、ちょっと待って、暗いですねベベ。はい、 OK、 じゃあちょっと上行きます。あれ、いいよいいよ、抱っこする。